田純一選手、石川誠、トルコの雄斗、さあ同じように15分間で、最初はメローなんですよ、最初はメローです。さあ入ってきました、グリーンの定着、若干11歳ホルゴメユート。最近ですね、スケートボードの流行はですね、非常に若年齢化しております。早くはね、2、3、3歳からですね、スケートボードに乗り始め、もう10歳超えと立派なスケートボーダーに成長しております。さあ、堀米優斗が見せるラップトリックですね。しかも相手はね、怖いおじさんばっかりですが、泣かされないように気をつけてください。さあ、堀米優斗のライディング、今回ですね、1、2、3、4、5名ですね、選手間に合っております。さあ、入っている選手は西川誠。さあ、彼はですね、現在の日本のシーンでですね、コンテストキラーとして名をとどろかしております。西川誠選手。さあ、彼もまたスピード感あふれるアグレッシブなライディングが個性的。そして、白い T シャツ、荒幡純一選手。さあ、彼はですね、日本中のスケートボーダーから西子と呼ばれております。ミスタースムースラインであります。さあ、今の日本はですね、スケートボードブームプロライダーの礎となっております。さあ、マスカドリー2テーブルトップ、そしてフラットフェイキングレーのスムースラインを見せますね。この辺はまだまだ様子見ですよ、選手たち、練習不足の選手もいるでしょう。さあ、それぞれの選手どういうライディングを見せるか、おっと来ましたね。これは西田哲之介選手、おっと自慢のテンガルハットを進んでおります。さあ、デッキのね、形 も見ていきましょうね。入ってきました、オーバーコーディ選手。さあ、彼はですね、オリジナル手作り、自分でデッキを作っております。さあ、西川誠選手のライディング。さあ、それぞれの、まあ、どういう風に見せてくるのでしょうか。さあ、ノーズグラブ、そして反対側、バックサイド、テールスライド、ノーズグラブ、いいですね。さあ、フロントサイド、おっと、さあ、きれいにトランプを使っております。さあ、箱ですね、はい、箱を意識しております。こちらのこと、さあ、入ってきました、本当に言うとフロントサイドオーディーからフロントサイド、そしてファイブオーディーバースト。さあ、ノブジョップがラインが変わって、バックサイドスミスグラインド、そしてアクセルストロー方向を変えて、さあ、フロントサイド、ファンクオーのリバーとノブジョップの、さあ、ダサいなトリックを決めております。これもね、ニュート選手、おっと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 、さあ、フロントリックを見ましております。ニュート選手、さあ、バックサイドが綺麗に返したところで、続いて白いTシャツ、荒幡純一。さあ、もうね、だんだん温まってきましたよ。この辺で選手も少しずつ温まってきております。さあ、フロントサイドオーリーからハリケーン、そしてスパイドフェイキー、ガブチョップから、さあ、アクセルストーン方向変えてピョーンとオーリー続いて、だんだんね、皆さん乱れてくるとね、リズムが上がってきます。各選手ね、リズムがあるんです。アクセルストーンから方向変えるとスピードがだんだん速くなってきますね。この辺はコミックにつないでいくわけです。よいしょー、いったわ。風が出てくる。さあ、サードヒートの選手、ただ、おっと、熱いっすね、これは。テキサスプラントとか出そうな雰囲気出てますね、ちょっと、このアントは。さあ、ボックスヒッター、さあ、かなり
ボックスを意識したのですが、あそこにはもう小林新京、上田智と取り込まれております。さあ、そして新たに選手バッターのああいうのね、ああいうとこに熱気を感じるよね。おっと、さあさあさあ、ジャム選手も任せとけと、こうやって入んだよと。さあ、西川誠、一番元気、本日一番滑っております。さあ、来ましたね、ボックス狙ってますよ。いかがですか、ポスターのトゥーテール、曲返し、そしてフロントを綺麗につないで、このサイド5を、そしてノーブランド、止まるね、あそこでね。さあ、そしてバックサイド、テールサイド。さあ、いいじゃないですか、おっと、いいっすね、締め切れていきたいですね。さあ、ライブの最後、ピッキリと仕留めていただきたい。さあ、次のライブ、新たなデリカパー。さあ、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 あれ怖いっすよ。さあ、ピボットフェイキー、後ろ足抜けるの一番怖いっす。さあ、次のライブの方も見ると、ハッスル、ソウル、スティーブン、上昇してのバックサイドスミスグラインド。そして、さあ、ファイボールフェイキーから、キッチング。そして、ノーズのピボットとつないでいきます。さあさあ、エールを上げて入っていきます。今度はどうか、おっとっと、ただなんと、俺も見どころないっす。バックサイド、ビッグフリップ。さあ、新たに出に来て、カムチョップからのフロントサイドリズーテール。そして、さあ、アクセルストールの方向を変えて、ビッグフリップを出します。さあ、それからの選手ね、もちろん大きな一発のトリック、これは、大いに得点の対象となりますが、こういうですね、いろいろなトリックの種類をいかにきれいにつなげてくるか、これね、ルーティンといいますが、このきれいなルーティンをきれいにメンツすることももちろん、大きな得点となっています。なのでね、ボールだけじゃないんですよ。